ジャンニ・ライモンディ、ジャンニ・ライモンディは、1950年代から1970年代に、かけて活躍した、イタリアのテノール歌手。輝かしい高音を響かせる代表的なリリコ・テノーレ、として幅広いレパートリーを誇り、ミラノスカラザを中心に活躍した。ボローニャに生まれ、マントバで声楽を学ぶ。1947年、故郷近くのブドリオの地方劇場にて、ベルディ、 リゴレット・マントバ公爵役でデビュー、すぐに北イタリア中心に活躍が始まる。1956年にはミラノスカラザにデビュー、カルロ・マリア・ジュリーニの指揮のもとマリア・カラスと共演、ベルディ、ラ・トラビアータ、アルフレード役を歌った。これはジュゼッペ・ディ・ステファーノが同役を数回の公演の後、降りてしまったための大役であったが、ライモンディはこの好機を生かし、 上州の支持を勝ち取った。1957年には、ウィーン国立歌劇場で、ヘルベルト・フォン・カラヤンのタクトの下、プッチーニ、ラボエーム、ロドルフォ役を歌う。カラヤンは彼を気に入ったものと見え、その後も、数多くの公演でライモンデを起用し、また1965年の映画版、ラボエームにも出演させている。同1965年からは、 ニューヨークメトロポリタン歌劇場にも出演、4シーズンで44回出演し、ラボエーム、ドニゼティ、ランメルモールのルチア・エドガルド役、シャルル・グノー、ファウスト大名役などを歌った。しかしライモンギの主たる活躍場所はやはりスカラザだった。彼の総出演回数は200回を超え、うち名誉とされるシーズン初日の出演も1966、67、70。 71年の4シーズンを数えるなど、1960年代後半から70年代前半、スカラ座を代表するテノールとして君臨した。1970年代後半には、引退80歳を超えた晩年になっても、声楽教師として、後進の指導に当たっていたという。ジャンニ・ライモンディは、声量的には、平均的なテノールであったが、声域全般にわたって均質な響きの良さ、 最高音域での輝かしさがあった。レパートリー的にもロッシーニからプッチーニまでの滝をこなし、今日でも多くのリリコ・テノーレが目標とする存在である。彼の不運は商業録音に恵まれなかったことにあった。これは彼がもっぱらイタリア国内で活動し、主要マーケットであるアメリカ・イギリスでの知名度が低かったこと、1 9五十年代では、リ ステファーの1960年代には、コレッリィア・ベルゴンツィ、1970年代に入ると、ドミンゴやパバロッチといった、レパートリーの重なる有名テノールに機会を奪われたことが原因であろう。ありがとうございます。